1964年の南海ホークスでは、1964年の南海ホークスにおける動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の19年目のシーズンである。前年主砲の野村克也が52本塁打を放ちながらも、西鉄の逆転優勝を許して2位となり、鶴岡監督はもう一度優勝すると意気込み開幕を迎えた。 しかし前年と違ってチームは平凡なスタートを余儀なくされ、5月には前年、B クラスの東京と同率3位になるなど苦戦が続いた。チームが上昇気流に乗ったのは6月からで、首位の阪急に2ゲーム差と迫ると、7月には14勝6敗と勝ち越して首位を奪回。このまま優勝が期待されたが、その後も阪急がマークするなど苦戦を強いられた。 阪急の選手が優勝争いに慣れていなかったこともあり、最後は3年ぶり9度目のリーグ優勝を達成。対戦成績では、東映、東京にそれぞれ14勝15敗1分と負け越したものの、西鉄に20勝9敗1分、最下位の近鉄には19勝11敗と大きく勝ち越した。日本シリーズは、阪神との関西決戦となったが、エースのジョースタンカが、 1> 第1.67戦で三冠風の離れ技をやって、のけ、阪神を4勝3敗で破り、5年ぶり2度目の日本、一に輝いた。試合後、阪神の藤本定義監督は、今年の日本シリーズは、スタンカにしてやられたと語るのが、精一杯だった。ありがとうございます。